次に清風クラブ4番宗田正則議員。はい、4番宗田ね。はい、失礼します。議長の許可を得ましたので、通告に基づき、清風クラブを代表しまして、令和3年度施政方針について質問をさせていただきます。1、施政推進の基本姿勢について、人が集い、にぎわいあふれるまちづくりに、山陽自動車道辰野インターチェンジ周辺エリアにおきまして、新たな商業集積を創出するための基本調査等に着手するとありますが、1、用途地域としては、近隣商業地域や商業地域を考えておられますか。2、建築可能な建物の制限はどう考えておられますか。3、PPP や PFI の手法を導入した区画整理をされてはどうですか。大きな2番、歴史的な町並みが残る辰野地区の重要伝統的建造物群保存地区近傍に観光駐車場を整備するとありますが、歴史的景観形成区景観ガイドラインや景観の形成等に関する条例遵守で整備してもらえるのでしょうか。3、播磨科学公園都市県域定住自立圏におきまして、地域の枠を超えた観光ツアーを実施し、それぞれの観光資源の相乗効果を高めるとありますが、佐用町の罹患城などのように、兵庫県西播磨県民局、県民交流室、地域づくり課が取り組んでいる西播磨山城復活プロジェクトに合わせて、前期辰野城、かっこ敬老山山頂の山城の整備をされてはどうでしょうか。2番目、主要施策の概要について、1、第1の柱、安全安心なまちづくりへの挑戦、その後、大切な命と地域を守るにおいて、自然災害に的確に対応するための避難対策について、避難所における感染症拡大防止策の徹底、および感染防止に資する分散避難を啓発するとありますが、1、コロナ禍の状況で避難する際の感染防止具体策をどう考えておられますか。2、避難所でのプライバシーを確保する意味でも、屋内、屋外でも使用できる災害避難時用テントを導入されてはどうでしょうか。2番目、児童、生徒など歩行者が安全に道路を通行できるよう、グリーンベルトの整備を推進するとありますが、グリーンベルトは道路の縦断方向のみなので、信号機や横断歩道がない道路を横断する通学路については、道路の横断方向にカラー舗装をして、危険箇所を周知されてはどうでしょうか。3、第二の柱、安らぎづくりへの挑戦、その後、生涯を健やかに過ごせる体制を整えるについて、市民が主体的に取り組む健康づくりを目指し、健康ポイント制度を取り入れた健康指導を実施するとありますが、1、具体的にどういった内容ですか。2番、マイナンバーカードと連携し、市内で電子マネーとして使える行政ポイントの中の健康ポイントとして普及させてはどうですか。第3の柱、人づくりへの挑戦、その2、生涯を通して学び、スポーツに親しめる街をつくるについて、観光資源を生かしたスポーツツーリズム事業の実施を通して、辰野を全国に発信しますとありますが、具体的にはどういった内容ですか。5番、森林公園においては、自然に親しむ森林スポーツの活動拠点として整備するとありますが、1、具体的にどういった内容でしょうか。2番、アフターコロナに向けて、注目のグランピング施設を勝負谷に誘致してはどうですか。6、第4の柱、にぎわいづくりへの挑戦、その4、にぎわいのある商工業を推進するについて、市内の未利用となっている工業用地を規制緩和した土地において、多様な企業の立地や設備投資を促進しますとありますが、1、具体的にはどのように考えておられますか。2番、新たな工業団地等の計画を考えておられるのですか。7、第5の柱、ふるさとづくりへの挑戦、その3、健全で効率的な自治体運営を推進するについて、マイナンバーカードによる行政証明書発行などの利便性向上と、マイナンバーカード取得を促進するとありますが、今後の利便性向上を
目指す内容はどのようなものを考えておられますか。2番目、現在の普及率と目標との差はどのような状態ですか。3つ目、今後の目標と普及率アップの方策は具体的にどう進めていかれますか。以上、多岐にわたる質問ですが、どうかよろしくお願いいたします。都市政策部長。政府クラブを代表しての宗実正則議員のご質問のうち、1点目の人が集い、にぎわいあふれるまちづくりについてのご質問のうち、まず1番目の1つ目のご質問の、山陽自動車道辰野インターチェンジ周辺エリアで、新たに創出する商業集積地の用途地域についてお答えいたします。JR 紀新線本辰野駅から辰野インターチェンジ周辺は、兵庫県の西播磨地域都市計画区域マスタープランにおきまして、地域都市機能集積地区に位置づけされ、本辰野駅から国道179号までが商業地域、国道179号から辰野インターチェンジ周辺までの辰野中央幹線沿線を近隣商業地域として商業施設の誘導を図っております。辰野インターチェンジから四日交差点に至る辰野中央幹線沿線については、複合商業施設の誘導を行い、町の活性化を図りたいため、用途地域といたしましては、隣接する近隣商業施設の拡大を考えております。次に2つ目のご質問の建築可能な建物の制限はどう考えているかについてございますが、現在、地元代表者との勉強会や地権者との意見交換会等を通じて、どのような土地利用を図っていくかを検討中でございます。今後、地元住民や地権者の意向調査、協議を進め、基本構想等を作成していく中で、建物の制限等を決定していきたいと考えております。次に3つ目のご質問の PPP や PFI の手法を導入した区画整理をしてはどうかについてでございますが、商業施設の誘導を図る手法を地元勉強会の中で検討しているところでございますが、今後、具体的な事業計画を立てていく中で、住民や行政、および民間事業者が連携し、民間活力を効果的に発揮できる手法について検討してまいります。次に2番目のご質問の歴史的な町並みが残る辰野地区の重要伝統的建造物群保存地区近傍に観光駐車場を整備するとあるが、歴史的景観形成地区ガイドラインや景観形成等に関する条例遵守で整備してもらえるのかどうかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、辰野地区において建築物等を整備するにあたって、伝統的建造物群保存地区では、辰野市伝統的建造物群保存地区保存条例第3条第1項に定められた保存計画に規定される基準により、また、歴史的景観形成地区では、兵庫県景観の形成等に関する条例第9条に定められた景観形成基準により整備する必要がございます。現在、下川原地区に整備を進めております観光駐車場につきましては、伝統的建造物群保存地区と歴史的景観形成地区にまたがっており、それぞれの基準に即した内容で整備する予定でございます。今後につきましては、地元自治会等と協議を行った上で、良好な町並みの形成に努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。産業部長。引き続きまして、1点目のご質問のうち、3番目のご質問の西播磨山城復活プロジェクトに合わせて、前期辰野城の整備をしてはどうかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、兵庫県西播磨県民局が掲げる西播磨山城復活プロジェクト事業は、西播磨管内に130以上ある山城史跡を生かし、
近場で3密にならず、健康にもいいレジャーとして普及させ、西播磨へのさらなる誘客を図る事業として展開されています。特にその中でも、前期辰野城、辰野古城を含む主要な山城11箇所を、山城11と目を打ち、積極的に PR するとされており、現在、辰野古城では山城アプリで3次元 CG 再現の作成プロジェクトに取り組まれておるところでございます。また、令和3年度では、山城を取り巻く歴史的建築物等をガイドブックなどにまとめて情報を発信し、さらには西播磨山城歴史絵巻モニターツアーとして、山城周辺の城下町、宿場町への誘客を図る企画募集型バスツアーを重要伝統的建造物群保存地区においても実施される予定でございます。しかしながら、辰野古城、敬老山山頂の整備につきましては、当該地域が国有林や保安林であるとともに、土砂災害警戒特別区域にも指定されていることから、非常に困難であるの、あることが現状であります。いずれにいたしましても、林野庁、兵庫森林管理所および兵庫県とも連携しながら、辰野古城を観光スポットとして、ソフト面から取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。総務長。引き続きまして、2点目のご質問のうち、1番目のご質問の避難所における感染症拡大防止策の徹底および感染防止に資する分散避難の啓発についてお答えいたします。まず1つ目のご質問のコロナ禍の状況で避難する際の避難防止具体策をどう考えているのかについてお答えいたします。災害時の避難にかかる新型コロナウイルス感染症防止につきましては、令和2年第3回辰野市議会定例会における4番宗真正則議員、6番木南祐樹議員、8番野本俊明議員、11番和田美奈議員のご質問、また令和2年第5回辰野市議会定例会における22番横田勉議員のご質問にお答えいたしましたとおりでございまして、避難に対する市民への周知としまして、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則ですが、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要がないこと、安全な親戚、知人宅に避難することも検討すること、マスク等をできるだけ持参することなど、基本的な考え方を市広報に掲載したほか、市ホームページでも周知を行っているところでございます。また、先日、市内全世帯に配布いたしました辰野市防災マップにおきましては、災害時に取るべき行動の中で、避難する場所が 市の指定避難所なのか、また親戚知人宅なのか等をあらかじめ決めておくマイタイムラインについても掲載しております。避難所内の感染防止対策としましては、マスク、消毒液、非接触型体温計等を配備したほか、兵庫県の新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドラインに、ソーシャルディスタンスに配慮したゾーニングや間仕切り等の設置などが示されておりますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止事業としまして、間仕切り58セット、屋内用防災テントの4人用133針、1人用100針、間仕切り付き段ボールベッド240セットを備蓄いたしました。また、避難所となる市内小中学校体育館に換気設備を導入するなど、感染症対策に努めているところでございます。次に2つ目のご質問の、避難所でのプライバシーを確保する意味でも、屋内、屋外でも使用できる災害避難時用テントを導入してはどうかについてお答えいたします。1つ目のご質問でお答えしましたとおり、感染拡大防止のため、屋内用防災テントを備蓄しており、これらを活用し、
避難所内におけるソーシャルディスタンスとプライバシーの確保を図ることとしております。なお、防災テントの屋外での使用につきましては、屋外を避難場所とすることで、防犯や衛生面、夜間の照明等の問題もあり、その運用については慎重にする必要があることから、屋外でも使用できるテントの備蓄は現在のところ考えておりません。いずれにいたしましても、災害に備えた安全安心なまちづくりを推進するため、今後とも多様な対策を進めてまいる所存でございます。次に3点目のご質問のうち、1番目のご質問の健康ポイント制度を取り入れた保健指導の具体的な内容についてお答えいたします。本事業は健康づくりを お得に楽しく無理せず取り組んでもらうナッジ理論を取り入れた健康ポイント制度を活用した事業でございます。その対象となる方は、特定健診を受診された方のうち、生活習慣病のリスクの高い特定保健指導の方で、健康ポイントカードを配布し、食事、運動などの生活習慣の改善に関する目標を決めて、実行できれば1ポイントを付与し、30ポイント貯まれば、歩数計やグリップチューブなどの健康グッズと交換するものでございます。成果といたしましては、利用者の約2割の方に生活習慣の改善により、体重や腹囲の減少などが見られております。また、令和3年度からは、特定健診受診者、運動教室参加者等にも対象者を拡大して実施をしております。次に、2番目のご質問のマイナンバーカードと連携し、市内で電子マネーとして使える健康ポイントとして普及させてはどうかについてお答えいたします。健康ポイントをマイナンバーカードに付与することは、健康ポイントの普及を図るための有効な方法の一つであると存じます。国はこうした自治体が実施するポイント制度を、マイナンバーカードに付与する自治体ポイント制度の仕組みを構築しております。しかしながら、自治体ポイントを商店等で使えるようにするためには、カードリーダーを接続したパソコンやタブレットを店舗に設置し、レジとは別に決済をしていただくなどの課題があることから、全国的に浸透していないのが現状でございます。現在、国においては、この自治体ポイント制度のポイント還元を利用しやすくするよう、見直しを行っているところでございます。ご質問の健康ポイントを自治体ポイントとして付与させることにつきましては、国の自治体ポイント見直しの状況を見極めながら、調査研究してまいります。次に6点目のご質問のうち、1番目のご質問の今後の利便性向上を目指す内容は、どのようなものを考えているのかについてお答えいたします。本市では現在、証明書コンビニ交付サービスを導入し、本庁および各総合支所に証明書自動交付機を設置するほか、印鑑登録証としてマイナンバーカードを利用することができるようにしております。今後の取り組みとして、令和3年度中には、図書館の貸し出し券の機能を加え、マイナンバーカードで本を借りることができるようシステムを改修いたします。また、今後、国においては、健康保険証としての利用や運転免許証をマイナンバーカードと一体化させるなどの取り組みが推進されます。本市といたしましても、先ほどお答えしました健康ポイントを自治体ポイントとして普及することについて調査研究していくほか、マイナンバーカードの IC チップに搭載された公的個人認証を利用したオンラインによる電子申請の拡大についても検討してまいります。いずれにいたしましても、国の動向を見極めながら、マイナンバーカードの利便性向上の取り組みを進めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。4番、宗田正則議員の質問中でございますが、ここで暫時休憩いたします。再開は午後2時10分といたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。都市建設部長。
引き続きまして、2点目のご質問の、2番目のご質問の信号機や横断歩道がない通学路について、道路横断方向にカラー舗装をして、危険箇所の周知をしてはどうかについてお答えいたします。公明党を代表しての名村義浩議員のご質問にお答えいたしましたとおり、グリーンベルトは歩道が整備されていない区間において、路側帯部分を緑色にカラー舗装することにより、歩行者の誘導とドライバーに車道と路側帯を視覚的に注意喚起し、安全な通行空間を確保するためのものでございます。また、道路法に基づく道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によって、外側線及び横断歩道は白色を使用することとなっておりますが、並行して設置されるグリーンベルトについては法的根拠がなく、あくまでも注意喚起を促し、歩行者の安全を確保するものでございます。ご質問の道路横断方向に対してカラー舗装を行うことについて、辰野警察に確認したところ、法的根拠のないカラー舗装を横断目的として設置することは、歩行者と車両の接触事故が多発することが考えられ、路側帯以外の横断、道路横断方向に表示については不可であるとの回答ではございましたが、交差点内のカラー舗装につきましては、先月、兵庫県が本田町下岸崎の県道交差点を試験的に施工した箇所がございますので、その効果を調査・研究し、今後検討してまいりたいと考えております。なお、交通弱者に対しての安全確保は重要であるものと考えており、真に横断が必要な箇所につきましては、法令で定める横断歩道の設置を要望してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。副市長。引き続きまして、4点目のご質問のうち、まず1番目のご質問の、観光資源を生かしたスポーツツーリズム事業を通して、辰野市を全国に発信するとあるが、具体的にどういった内容かについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、スポーツツーリズムとは、スポーツに参加するための旅行や、スポーツを見るための旅行に、開催地周辺の観光を加え、またスポーツを支える人々との交流を図ることにより、地域経済への波及効果を目指す新しい旅行スタイルのことを言います。本市では、スポーツに参加してもらうツーリズムを目指し、西日本随一の十和田海岸として観光名所である新米小浜を会場としたビーチバレーボール大会を開催しています。また、著名な選手をゲストとして呼ぶことにより、市内外の方にビーチバレーボールの楽しさを知っていただくとともに、新米小浜の PR、また近隣宿泊施設の利用拡大を図っています。なお、令和元年度では、市外27チーム176名の方に参加をいただいております。また、梅と塩の丘マラソン大会においても、風光明媚な海岸線などの豊かな自然を満喫できるマラソンコースとして、全国からランナーを誘致し、梅林、三つの町並み、道の駅、での海産物、宿泊施設等に重点を置きながら、密地域に限らず、市内全域の観光 PR につなげるよう努めております。令和元年度は、参加者3815名中、市外からが2878人、そのうち県外からは、東区は長崎の方を含めて403名に参加いただいております。いずれにいたしましても、本市を訪れた選手やその家族に心のこもったおもてなしをするほか、大セル播磨コートサッカー場などの先進的な競技場を紹介することにより、観光を含めた辰野ならではの魅力を SNS 等でアピールし、また参加者自らも発信していただくことにより、今後さまざまな大会や宿泊誘致など本市のまちづくりに資するよう努めてまいります。次に2番目のご質問の森林公園においては、自然に親しむ
森林スポーツの活動拠点としての整備につきまして、1つ目のご質問の具体的な内容と、2つ目のご質問のグランピング施設を勝負谷に誘致は関連がございますので、一括してお答え申し上げます。勝負谷森林公園につきましては、現在、タツノマウンテンバイク協会により、マウンテンバイクのクロスカントリー競技、トレイルランニング、自転車教室、オフロードトライアスロンが開催されております。自然を生かしたコースが全国的にも人気があり、マウンテンバイクの使用地として、大会ごとに県内外から多数参加され、賑わっているところでございます。このようなことから、森林環境を大きく変えることなく、競技活動ができるよう、遠路整備や施設補修等を行います。また、勝負谷森林公園は、現在、簡易なデイキャンプやバーベキューが行える施設を整えており、その管理については、地元自治会に維持管理を委託し、環境保全に努めつつ運営しております。しかしながら、勝負谷森林公園の敷地は、本市が所有権を有しておらず、保安林指定されている民有地において、地上権を設定し、使用していることや、西番丘陵県立自然公園に指定されております。そこで、グランピング施設の当該地への誘致につきましては、さまざまな観点から勘案した場合、困難と言わざるを得ませんが、宿泊、食事、アクティビティなど、オールインクルーシブな過ごし方をするグランピング施設は、立地として上下水道施設が整い、さらに交通アクセスがよく、風光明媚である新米湖周辺地区が本市では最適と考えております。側分ではございますが、現在、民間事業者が検討されているとのことであり、これが実現を期待しているところでございます。なお、勝負谷につきましては、今後とも現状の森林環境を維持しながら、適正管理に努めてまいります。次に5点目のご質問の、市内の未利用となっている工業用地や規制緩和した土地において、多様な企業の立地や設備投資を促進することについてのうち、1番目のご質問の、具体的にどう考えているのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、本市における企業立地、設備投資を促進するための施策といたしましては、企業立地促進条例で朝礼措置を実施しているところでございます。その内容といたしましては、本市への企業誘致や設備投資のインセンティブとして、企業立地奨励事業により、一定以上の雇用を創出する事業者が用地取得、設備投資を行う場合には、用地取得奨励金最大5000万円、建物、機械、設備最大3000万円等を助成しているところでございます。また、工場用地を求める事業者と、用地提供を望むものをマッチングするため、辰野市工場用地データバンク事業を実施し、事前に承諾を得られた社の情報については、市ホームページに公開することで、工場用地のマッチングを図り、企業誘致に努めているところでございます。さらに、中小企業の設備投資を促すため、生産性向上特別措置法に基づき、労働生産性の向上に取り組む場合、新規取得設備の固定資産税の3免除を実施いたしております。加えて、創業を支援するため、創業支援事業や IT 関連事業所開設支援事業により、建物改修費や事務機器取得費などを補助しているところでございます。次に2番目のご質問の、新たな工業団地等の計画は考えているのかについてでございますが、市内には工場を誘致可能な既存の空き地や空き工場は点在しておりますが、近年、企業が求める交通アクセスの良い3万平方メートル以上の整備された土地はございません。本市といたしましては、にぎわいのあるまちづくりを創出するためにも、雇用創出ができる企業誘致は必要と考えており、経済の動向も勘案しつつ、企業のニーズに合った工業団地の開発について検討を重ねているところでございます。いずれにいたしましても、何らかの方向性を決定すべく、調査研究してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
市民生活部長。引き続きまして、6点目のご質問のうち、2番目と3番目のご質問のマイナンバーカードの普及率と今後の目標、方策について関連がございますので、一括してお答えいたします。まず、現況でございますが、今年度当初の令和2年4月1日と、本年3月1日の交付率を比較しますと、当初 14.5% であったものが 26.7% に 12.2% の上昇。全国平均に対しマイナス 1.5 ポイントであったものが大きく改善し、プラス 0.4 ポイント、全国4位と高い交付率を誇る兵庫県内の平均に対しては、まだマイナス 3.5 ポイントではございますが、41市町中30位から28位に上昇しているところでございます。国の目標は平成4年度中に、ほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを掲げ、各自治体では交付円滑化計画を策定しております。本市の国の目標に準じた数値は、令和3年2月末に 33.8% としており、現況は目標に対してマイナス 7.1 ポイントでございます。令和2年度における取り組みは、コロナ禍でイベントを利用しての十分な申請勧奨等を行うことはできない中ではありましたが、休日に手続きを行いたいというニーズ市民ニーズに応え、休日会場の時間、日数を増やして対応してまいりました。特に本年2月には、イオン辰野店において、KDDI 株式会社と連携しての出張申請サービス、また各総合支所の確定申告会場で出張申請を各1日ずつ実施した結果、2月期においては、例月の2倍以上の申請を受付しているところでございます。ちなみに、本市職員においては取得率 100% を達成しております。また、本年4月からは、マイナンバーカード所持者が、本庁各総合支所、コンビニエンスストア等に設置してあるキオスク端末で行政証明書を取得した場合の手数料を100円減額することとしており、カード取得のメリットの一端となって、さらにカード取得の機運が高まることを期待しております。今後におきましても、市広報誌、ホームページへの掲載、イベント等の啓発チラシ、物品の配布、さらには企業、団体への出張申請に加え、休日会長日の日数を増やすことも計画しており、さまざまな機会を通じて市民ニーズを捉え、一層の普及啓発活動に努めてまいりたいと存じますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。4番村田正則議員。非常に懇切丁寧なご答弁をいただき、皆さんありがとうございました。何はともあれ、市民の皆さんのために何卒よろしくお願いいたします。会派代表質問も私で最後ですので、最後に市長、令和3年度のテーマ、未来応援住みたい街辰野、ウィズコロナ新しい未来への挑戦の取り組みに対するご所見をお聞かせください。よろしくお願いします。市長、この施政方針を掲げてありますとおり、新型コロナウイルス感染症によるさまざまな影響に対応しつつ、本市が直面する最重要課題であります、人口減少、少子高齢化への取り組みを一層進化させまして、新たな日常を見据えた新しい未来に適応するまちづくりに挑んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしておきます。4番村田正則議員。どうもありがとうございます。もう少しお聞かせ願えるかなと思ったんですけども、まあいい、ふるさと辰野市がですね、いい意味で有名になって、日本全国世界の方々にその良さを認識していただきますよう、来年度もさらに素晴らしい取り組みを推進していただけることを切に願いまして、質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。